もう新年の挨拶お腹いっぱい、お嘆きの聞けでも新春第一発目の独占サイクルスポーツですからね、はい、一応金華新年明けましておめでとうございます。今日はですね、そういうこともございましてですね、大競輪特集ということでね、行ってみたいと思います。そうですね、はい、暮れに行われましたこの競輪グランプリはもちろんのこと、93年に行われました数々のビッグレースの総集編、そしてなんと大胆にですね94年の競輪界を占っていこうじゃないかと思っております。あら、まあそうですか、はい。中野さん、その93年の競輪界ですけども、いつになくこの盛り上がりましたね。そうですね、あの賞金王争いも年末までもつれ込みましたし、うん、そうなんですよね。まあそう言いながら最後のレースでね、まあ、意外と思われる人が勝ちましたけど、ね、それを言えるのは中野さんだけですね。さあ、もう一方ですね、素敵なゲストをお迎えしています。ある時はキャスター、ある時は俳優、そしてある時は競輪評論家としてもおなじみの中村敦夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。中村さんはですね、常々この競輪は推理小説に似ているとおっしゃっておりますけどもですね、まあ、この推理通りにいかないのがこれまた競輪ということでね、敦夫さんの意見も聞いておくれ。私もね、その競輪界のシャーロック・ホームズになりたいといつも思ってるんですけど、なかなかこう犯人逮捕に至らないでね、まあ競輪場にも名探偵いっぱいいますけどね。このまた探偵がいろんなことを教えてくれるからいけないって部分もありますね。探偵が周りにいっぱいいますからね。みんな意見が違うんですよね。では、早速ですね、93年のビッグレースの総集編、まずはですね、日本選手権から全日本選抜までを一気にご覧ください。はい、3月の日本選手権、ここで話題を集めたのが平田和弘と稲村成弘。この両者力勝負でいけばほぼ互角、しかしこの準決勝では力でねじ伏せた平田に軍配が上がりました。さあ、中村さん、このレースは平田選手やってくれましたね。そうですね、まあ平田選手今年はね、去年は大変活躍するんじゃないかと、後半ちょっとね、はい、ありましたけどね、いろいろと。これ日本選手権ですね、若手選考選手が活躍するんではないかなっていうふうに思われてたんですけども、はいはい、意外この選考争いで潰れてですね、結果的にメンバーとしては、まあ、選考海田君一人になってしまってね、はい、その一人の海田君が、まあ、選考選手はこういうふうに走んなきゃいけませんよという、まあ、見本みたいなレースでね、うまく走ったというね。これはまあ非常に有利だったということがありますよね。だから海田君の問題は吉岡君と走った時にどうするか、これはもうテーマなんですね、この選手はね。やっぱりね、若い選手でたくさん乗った時に、まあ、どういう戦い方をするかっていうのが今年の海田君の課題でしょうね。まあ、良きライバルですけどね。はい、はい、あった。まあ、これは勝つべきして勝ったというね、選考選手の典型の有利さですね。そうですね。日本選手権では海田に負けた稲村、地元前橋での友人心の敗では前回の雪辱を果たしました。伊藤さん、よかったね。さあ、稲村選手ですけどもですね、中野さん、はい、これね、やっぱり地元の美って言いますかね、はい、この前橋のバンクってのは特別って言いますか、ちょっと他のところ違うんで、その辺をうまく利用したなと、海田君をまくり回してまくらせなかったというレースですけどね、これ非常にうまかったですね。はい、まあ、優勝したのは滝沢君でしたけどね。中村、はい、さん、滝沢選手にはいろいろ思い入れがあるんじゃないですか。そうですね、まあ、この選手は今でこそ追い込みになってますけどもね、出たての頃はやっぱり逃げて逃げて何度も刺されて、それで今度は誰も刺せないようになったというね、その先行選手としては一番まっすぐな道を進んで強くなった選手ですよね。ダービーでは若手の海田、続く友人親王杯ではベテラン滝沢、こうなると黙っていないのが鬼足井上重則、まだまだいけますよ。さあ、そして、ベテラン井上選手ですけども、中村さんが思うこの井上選手というと、まあ、井上選手はね、まあ、典型的なこれ追い込みのね、はい、選手ですけれども、中野くん時代の時は中野くんの後ろにいてですね、だいぶいい商売をやったわけでしょ。うん、で、運がいいのは今度はまた吉岡くんというですね、商品が出てきてね、また商売しなきゃいけない。まあ、結構うまくやってきたんですけれどもね。さて、後半ね、まあ、ここまでは良かったと思いますね。まあ、このレース500をね、やっぱ吉岡くんが
思い切って、まあ、骨折治った後でもあるしね、はい、思い切ってくれたっていうのが、まあ、井上君抜けたその要素だと思いますけども、まあ、中村さん言われるように後半は、まあ、抜くどころかつけきれないっていう場面もたびたびありましたからね、まあ、そのあたり今年どういう風なレースをやるのかっていうのは、まあ、非常に楽しみですよね。これは一時的なものかね、ずっとこうなっちゃうのかみんな心配してるわけですよ。神山よし吉岡が来たぞ、いけいけ。爽やかな風が吹き渡る北海道函館、しかし函館のバンクは暑かった。吉岡対神山、あら伊藤さん、今度は神山応援団に早変わりですか。中野さん、はい、この時期の神山はすごかったですね。そうですね、春先の15連勝っていうのがありまして、はい、まあ、特別競輪ではね、決勝に乗れないっていうのもあったんですが、うん、この函館で吉岡選手相手に先行して逃げ切ったんですよね、うん、まあ、これがやっぱり後半の好成績の原因になったんではないかなというふうに思いますけどね、うん、しかし中村さん、一昨年ぐらいまで神山選手にはちょっと裏切られるってこともあったんじゃないですか、うん、この選手もう終わっちゃうんじゃないかと思いますね。しかしですね、見せてくれました、はい。青森ねぶた祭りの熱気に包まれた8月、神奈川勢が15年ぶりのタイトル、それは快速トカちゃんこと高木隆博だった。中村さん、この高木選手の魅力というと。僕はね、この選手は非常に勝ち方のうまい選手だと思うんですよ。だけどもね、あんまり勝ちにこだわると小さくなってしまうと思うんですがね、うん、やっぱりこれからはもうね、大きいレース取らなきゃいけないですから、思い切ったレースもしないとダメだと思うんですね。ということなんですけど、中野さん。そうですね、オールスターが非常にいいレースでしたね。初日先行して、うん、まあ、途中自分でまくったり先行したりと、で最終的には追い込みでもいいと、そういうことが器用にできる選手なんですね。だその器用さがあると、逆にその中野さん言われるようにね、うん、ちょっとこじんまりとまとまってしまうっていう懸念があるんで、まあ、そこら辺りを注意して、まあ、思い切った競争も時にはやると、で決勝のいいとこだけは追い込みでもいいから取ってしまうみたいな、まあ、そういうふうに心がければもっともっと勝てるんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、これもなかなかうまかったですね、中和って、うん。これはあれですね、決定を待ってるんですか。です、ね、この辺りやっぱり初めてというところなんです。この、ね、笑顔の選手からああいう走りが出てくるとね、驚いちゃいますけどね。94年新しい年を迎えて、この年どんな風な年にしましょうか。そうですね、やっぱりまた93年の時みたいに、また1億円も目標に豊島田特別競輪を取れるようにね、頑張ってみたいなと思いますけど、うん、喜びをっていうのはね、印象的でしたけどもですね、はいはい、この若手筆頭の吉岡選手がなんと落車のですね、アクシデントで前半戦は出遅れたわけですけどもですね、一方若手で活躍したのがビッグレースで優勝した海田、神山、そして高木の3選手ですね。そうでしたよね、うん、中村さんのこのデータの中にもこの3人の活躍というのはインプットされてたんでしょうか。もちろんその海田君、高木君ね、うん、これはありましたけど、神山君のこの表現ぶりっていうのはね、これはちょっと意外でしたよ。なんか消えちゃうと思ったとかおっしゃってましたもんね。でも実際にこの大きなレースで結果を出せるようになったということは、中野さん、うん、大きくこの3人は成長したということですか。うん、やっぱり各地の記念でね、記念レースをやっぱりしっかり取れるようになった、はい、それが大レースでも力を出せるようになった、まあ、要するに記念で自信をつけて俺たちはやれるんだっていう気持ちがね、だんだん大きくなったと思いますね。うん、どうですか、今年もやってくれそうですかね。そうですね、まあ、やってくれそうっていうか、やってくれないと競輪界つまんないんですそうですけどね、もっともっと吉岡選手とかね、いじめるように頑張ってほしいなと思いますね。いじめるようにって言うんですけどもですね、若手の活躍に刺激されたのかどうかは定かじゃございませんけどもですね、ベテランだってこの指をくわえてぼーっとしてるわけじゃございませんね。そうですね、滝沢選手がその人親王杯、そして井上選手がね、うん、高松宮杯獲得してますからね、うん、はい、さあこのベテラン中村さん見て、いかがですか、お二人、2人ですけども。そうですね、滝沢君も、まあ、追い込みに回ったしね、うん、井上君もともとそうだけれどもね、うん、やっぱりその自分からレース作るということではなくなってるわけですね、はいはい、ですから、まあ、運っていうものは作用しますけれども、はい、今度はそのどんどん強くなる若手の人間選手にですね、
どれだけぶら下がっていけるかというですね、まあ持久戦っていうかね、そういう力どのぐらい続くかっていうところが見どころでしょうね。うん、まああのいわゆる後者ですからね、そういった意味では。そうですね。まあ、チャンスがあったらという。うん、だからしょっちゅうあるわけじゃないですけど、うん、少ないチャンスをものにできるかどうかっていうね、うん、ベテランはね。その辺がまた今年の見どころというところもありますね。はい。はい。はい、93年の競輪界のビッグレース前半までを振り返りましたが、後半は CM の後です。世界のスポーツ、競輪。競輪に行こう。じゃがいも、玉ねぎ、お肉、あ、自転車に鍵。自転車の鍵は、しっかり、確実に。防犯登録も忘れずに。おばさん、急な客ってやーねー、電車取られちゃうよ。今日は93年の競輪界でのビッグレースを振り返っています。はい。後半になって中野さん、いよいよですね、吉岡選手が一戦に戻ってくるわけですね。はい。やっぱり春先の怪我もやっぱり治って、うん、で世界選手権で、まあ、メダルを取ってね、うん、そうですね、これはやっぱ一つのきっかけになったと思いますけどね。これでね、中村さんの推理も楽しみが増えたんじゃないですか。そうですね。まあ力で言うとね、まだまだ吉岡君が全部取っちゃうんじゃないかというふうには思えますけれどもね、結果は意外とそうじゃないと思うんですよね。この辺吉岡君も大変だと思うんですね。それではですね、ふるさとダービー武雄温泉から競輪グランプリまでを振り返ってみましょう。佐賀県武雄で開催されたふるさとダービー、ここでは九州の三強が熾烈な戦いを見せた。勝負の世界は厳しい。はい。これ今ありましたようにですね、下馬評、九州勢の勢いですね、で決まるのかなってところでしたね。そうですね、うん、吉岡選手がね、世界戦から帰ってきてすぐっていうことなんで、はい、どれぐらいその調子がいいのか分かんなかったんですけども、非常に力強かったですね。まあ、それに後ろの佐々木井上というね、うん、佐賀の両選手がまあ、ゴール前ね、厳しい勝負を見せてくれましたからね、これがやっぱり勝負だなっていう感じが本当に強く感じましたね。高村さん、やっぱりこれで吉岡勝ったっていうのは意味大きいですよね。まあ位置取り的にね、理想的なところにいたわけですよね。ですからこれで勝てないとちょっと逆に言って困るという感じですね。吉岡さん、そんな顔で見ないで、ほんのご愛嬌。さて、次なるは知り尽くした地元バンク宇都宮で悲願達成、神山雄一郎のオールスター。伊藤さん、よかったね。さあ、今悲願達成ってありましたけどもですね、中野さん、初タイトル。そうですね、本当にね、僕と一緒に走ったぐらいですからね、最初の平塚のダービーでね、もうその時優勝するぐらいの勢いあったんですけども、遅すぎるぐらいですけれども、まあやはり函館などね、フルノダービーの自信というのがやはりここら辺に出てきたんじゃないかなと。で、地元ということもあって非常に落ち着いて、そのグラウンドに対する自信というのもあって、落ち着いた冷静なレース運びだったというのが良かったと思いますね。中村さん、このレースどのところに見どころを置きました？この時はほとんど他の選手はですね、ビッグタイトルを取って神山君だけなんですよ。で、地元でしょ、はい、一番勝ちたいのはこの選手だったんですよ。そうですね、一番勝ちたい時に勝ったっていうのはやっぱり自信になったんじゃないですか。なんとも嬉しそうなんですよ、この後ご覧ください。はい、それでは神山選手にお話を伺いたいんですが、ちょっと感激のあまりおめでとうございます。どうもありがとうございました。やっとここへ来てくださいましたね。はい。神山、続くビッグレース共同通信車杯も制覇。でも今度は泣かなかったぞ。この頃の神山選手はもう止めることできないぐらいのすごい勢いでしたけどもですね、はい、
これはやはり勢いじゃなくて実力と見てよろしいですか。そうですね、やはり今の競輪界で勝つためには吉岡選手に勝たなきゃいけない、うん、で対吉岡選手に対する戦い方っていうのが、ようやく分かってきたんじゃないかなというところもあると思いますね。まあ、中村さん、先ほど来からの神山選手の活躍ですけどもですね、何が変わったんでしょう。強くなったことは確かなんだけど、レースっていうものがよく分かってきた感じの走り方してますね。だから今年も強いですよ。対吉岡戦、どんな風に戦っていきますか。そうですね、93年の時も、まあ、それなりにいい競争したと思うんで、まあ、今年も、まあ、自力勝負でやっぱり先行基本で前々で勝負したいです。それでは優勝しました吉岡利正選手にお話を伺います。吉岡さん、強すぎます。どうもありがとうございます。まさにインタビュー通り強すぎる吉岡利正の競輪祭競輪王、神山の健闘も光りました。ということでですね、この神山選手に対するライバル意識っていうのはやっぱり相当なもんなんですかね。まあ、武雄温泉でもあったんですが、番手に入るとすぐまくっていくっていうね、お互いに、まあ、そういうところを見せてましたけれども、まあ、このレース吉岡選手の強さっていうのは当然なんですけれども、まあ、ラインっていう、要するに後ろにいる井上選手の仕事ぶりっていうのがね、吉岡選手にとって非常にプラスになってるという、まあ、やっぱり競輪はこういうところがあるというのがね、まあ、吉岡選手も分かってきた。だから早めに仕掛けたり、うまい位置取りができたりっていうことがね、あるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。中村さん、この時期の吉岡選手見ていかがでした。そうですね、やっとなんていうの本来の吉岡君に戻ってきたというんですけど、目立ったのはね、神山君の強さですよね。吉岡相手に逃げてね、道明けに残ってしまうと、これはね、並大抵のもんじゃないですね。まあ、今年もですね、この2人がなんとなくやってくれそうという感じがしますけどもですね、楽しみですね。まあ、今のままの状態で頑張っていって、あとは取ってない特別競輪をなるべく早く取って、一歩でも早く、まあ、夢のグランドスラムに、ね、近づければそれで僕はいいなと思います。昨年はルーキーたちの活躍も目覚ましいものがありました。記念競輪優勝の横田、馬淵、金子、そして競輪祭新人王に輝いた澤田義和。いや、それにしてもみんな強くてかっこいいですよね。まあ、誰よりも新人の時代はあるわけですけど、中村さん、この新人選手のどこに注目してます。僕はね、勝ち負けにこだわったらね、伸びないと思うんです、新人選手ね。ほう。一番大事なのは思い切ったレースするということで、それをやっていればだんだんレースというのが分かってくるしね、力をつけるためにはもう十分に、ね、力を出し切るというのをやらないとダメだと思うんですね。なるほど。そういうことなんですけども、この新人王の澤田選手ですけど、中野さん、その強さというのは。そうですね、やはり中野さん言われるように力の出し惜しみをしないという、ね、このレースも普通だったらちょっと休んで前の選手を当てにしようっていうところを休まずに自分で仕掛けた、まあ、これがやっぱり勝因だと思いますね。今年は特別競輪の決勝にまず乗るように頑張って、69期のみんなに負けないようにこれからも頑張っていきます。浜風よ神風になれがキャッチフレーズのふるさとダービー玉野、この神風を呼んだのが高木孝弘でした。さあ、中野さん、高木選手もね、昨年はやってくれましたけどですね、はい、強さの秘密というと何でしょうね。そう、力はもともとあったんですけれども、レースの組み立てがね、やっぱ特別競輪取った後に非常に良くなったという、まあ、競輪祭の時にも吉岡選手が勝ってますし、まあ、そういう何回も吉岡選手に勝ったことで自信みたいな、俺でも勝てるんだっていう ね、どうやったら勝てるかっていうのが分かってきた、まあ、その典型みたいなレースですね。中村さんおっしゃったようにですね、やはりちょっと走り方もこれから変わっていくと思いますけどね。本当に昨年やってくれましたよね。いいところでね。そうなんですよね。場内に貼られた横断幕、吉岡、鈴木、神山などなど、さて93年誰を応援してきたか、
場内のファンに聞いてみました。吉岡利正です。吉岡外すのちょっと難しいんだけどね。神山選手です。まあ高木、高木ずっと田原拓から勝ってました。はい、はい、鈴木誠選手と戸部秀夫選手。93年の闘技を飾る一発勝負競輪グランプリ93、優勝はご存知のようにベテラン滝沢正光。競輪界は若手に移行したとはいえ、まだまだやりますよ怪物くんは。しかしですね、そうそうたるメンバーが揃いました。はい、今のインタビューにありましたようにですね、滝沢井上という声が中野さんありませんね。寂しいですけどね、僕としては。うん、当然ないですよね。若手の一番強いのがこれだけなら。でも、このレースの最近の吉岡選手のいいところといいますか、はい、玉野で後手を踏んで、要するに立ち遅れて失敗したと。だから主導権を必ず取るというね、うん、そういうなんかレースぶりが非常に目についたんで、やはり、今年もね、中心は吉岡選手かなっていうのをね、うん、このレースでも印象を受けましたね。まあ、結果は武田選手負けたんですけども、はい、結果以上にいいレースをやったんじゃないかなと。なるほどね。はい、まあ、立川競輪場っていうね、独特な直線の長いコースで吉岡君に刺されましたけどね。しかし滝沢吉岡で5000円ついちゃうんですからね。それもね、嬉しそうなんですよね。一言お答えください。どうもありがとうございました。若手にビッグレースをですね、取られつつ年も押し迫ってですね、ベテラン滝沢の活躍やってくれましたけども、中野さん、これで滝沢選手復活と見てよろしいんでしょうか。まあ、復活といってもね、今まで通りにね、はい、特別競技何回も取るってのはもう無理だと思うんですね。やっぱり若手の方が強いですから。ただその中で、まあ、ちょっとしたチャンスね、まあ、この間グランプリみたいなチャンスをいかに、生かして取れるかっていうのが、まあ、ベテランのこれからの戦い方じゃないかなと思いますね。でもね、滝沢さんの喜びを見てしまいますとね、どうしても応援してしまいますよね、中村さん。大変キャラクターとしてね、うん、真面目でまっすぐで力強くっていう感じでね、うん、競輪界の土井貴子っていう感じですから、人気はあるでしょうね。そうですよ、土星本能くすぐられる感じが。そうですか、まあ、なんか人柄がいいっていうのは出てますよね。さあ、そうなるとですね、先ほど井上には吉岡、滝沢には誰が欲しいところですかね。ですから本来なら鈴木君がですね、まあ、逃げることはできないにしてもですね、もうちょっとこうね、賢いゲームしないと滝沢君組み立てるみたいですよね。滝沢君にもやっぱりチャンス回ってこないんですね。なるほどね、そういうところだそうですよね。さあ、このグランプリが終わりまして、93年の賞金王が決まったわけですけども、最後までわからなかったんですね。そうなんですよ ね、そしてで、ね、やっぱり1位はですね、はい、神山選手だったんですよね、はい、そして2位は惜しくも吉岡選手、以下滝沢選手、海田選手、高木選手と、なんと5人の1億円レーサーということで、これは新記録だそうです。この緑の部分のね、選手が全部1億円突破ですからね、はい、中野さんどうですか、レベル高いですかね。やはりそう、まあ賞金自体が上がってますから、あらららら、まあ、1億円稼いでも当たり前かなと。まあ野球とかサッカーの方がもっと稼いでますから、まあ、全体的にもうダウンと稼いでもらった方が、まあ見てる方も羨ましいですね。なかなか人のこと言えませんよね。しかしね、5人いるんですからね。これはやはりですか、今年は筋の違いがあるってもんですか、中村さん。そうですね、同じ人ばっかり勝ってたんじゃね、探偵の活躍する場所はないわけですね。まあその通りですけどね。中村さんはどうですか。やっぱり吉岡選手と神山選手を中心にね、うん、競輪界は進むと思いますが、うん、まあかといって誰にもやっぱりチャンスがあるっていうところがね、そうですね、本当の戦国時代だなっていう感じがね、しますね。なるほどね。そうですね、楽しみですね、今年も。はい、はい、その実力者たちが、こぞって出場します日本選手権、はい、そのトライアル1回戦の日程がこちらですね、ご覧の8つの会場で行われますので、皆さんどうぞご期待ください。もう始まって、今年始まってまたもう不安落ち落ちしてらんないね。困ってしまいます。はい、では今週のプレゼントです。まずはですね、はい、自転車攻めでいきますね、こちらのロードレーサーを3名様に差し上げます。おら、3名。そうです、うん、そしてこれだけじゃありません、なんとマウンテンバイク、こちらも3名様。あらま。そしてまだあります、なんとこちらのシティサイクルもお二人の方に差し上げちゃいます。あら、もう
お年玉も太っ腹ですね。そうなんですよね、はい、さあ応募要領です。はがきにご希望の自転車、そして必要事項を漏れなくご記入の上、今ご覧の宛先までお送りくださいね。あさっての決心まで有効ですので、皆様どんどんおはがきください。お待ちしています。はい、お待ちしております、はい。新年一発目の独占サイクルスポーツでしたけどもですね、中野浩一さん、中村敦夫さんとともに、お送りしてもありましたけども、中村さんは何、あの競輪標語っていうのをお持ちだとか。はい、負けた時に微笑みをというんですけどもね、まあ、つまりですね、勝った時は誰でも同じなんですが、人間は負けてる時に差が出るんですね。で、負けた時に目いってしまうと次のレースにもそれが響いてしまうんですよ。ですから負けてもですね、余裕を持って笑うぐらいじゃないとね、ダメだということなんですね。選手にも言えますね、多少ね、負けた時のことばっかり考えてる、人生にもね、つながるんですよ。まあ、というか、いつ伊藤勝信君に聞かしたいっていうのがね、本音ですけどもですね。あ、そうですか。中野さん、中村さんもね、よく中継出てますけども、はい、あの見習うところってどこでしょう。そうですね、まあ、見習うところはたくさん先輩さんありますけれども、さすがという、まあ、競輪の場合はあの、まあ、あの予想の仕方が独特かなという。皮肉を言ってますね。いや、番組の終わり頃、2人ともこうして向いてますからね。はい、来週は来週ですね、冬のチャレンジサイクル、シクロクロスを大特集します。お楽しみに。